霊夢、突然だが質問がある。マリサ、突然どうしたの？まあいいけど、親友と言えるほど仲良しの友人に、セーターをプレゼントすることにした。次のうちどちらのタイプのセーターをプレゼントするか？直感で答えてくれ。1、V ネックのセーター。2、ハイネックのセーター。親友ってことは私の場合、マリサにプレゼントするってことね。なんとなく、1の V ネックのセーターかな。ほうほう。ニヤニヤしてどうしたの？実はこの質問は、心理テストだったんだ。この質問で、友達に本音を言えているかがわかる。え、そうなの？この間、最初に見えたもので内面がわかってしまう心理テストをやったけど、結構当たってたのよね。今回はどうかしら？じゃあ結果を見ていこう。1の V ネックを選んだ人は、友達に遠慮なく本音を言えるタイプだ。2のハイネックを選んだ人は、友達にあまり本音を言えない、心を開くのに時間がかかるタイプだ。確かに、私は割とマリサに本音を言ってるもんね。ずけずけと、当たってるかも。今日は心理テストを使って、みんなの本性を暴いていくぜ。本性を、なんだか怖い気もするけど、気になるわ。じゃあ今回の動画では、あなたの本性を丸裸にする心理テスト、について話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。いきなりこんなことを言うのもあれなんだけど、心理テストってちょっとうさんくさくない？さすが霊夢、ずけずけと本音のいい質問だぜ。えへ。今回紹介する心理テストは、自分では気づいてない自分の一面を知るのに役立ててほしい。実は人間は、自分を客観視するのが苦手なんだ。例えば、客観的に見たらきちんとしているのに、子供の頃にだらしがないと言われていたから、自分はだらしがないダメ人間だと思っている、とかな。確かに、そういう思い込みって意外と誰にでもあるかもね。心理テストは、自分を客観的に見る手助けをしてくれるんだぜ。自分の新たな一面を知るきっかけとして、気楽に心理テストを受けてみてくれ。そうね、ニューレイムちゃんを発見できるかな。ってワクワク気楽に受けてみるわ。では早速最初の心理テストだ。まずは、自分の本当の性格がわかる心理テストだぜ。今から乗り物に乗るとしたら、以下の4つのうちからどれを選ぶか、直感で選んでみてくれ。1、ロケット。2、ヘリコプター。3、飛行船。4、気球。私は1のロケットかな。やっぱり一度は宇宙に行ってみたいしね。じゃあ順番に解説していこう。霊夢と同じ1のロケットを選んだ人は、争いを好まない平和主義者だ。周囲の人々を楽しませたい、というサービス精神旺盛な人が多く、交友関係も広いだろう。確かに争い事は好きじゃないし、当たってるかも。2のヘリコプターを選んだ人は、無駄を嫌う合理主義者だ。真面目で信頼を得やすい一方、お堅い人と思われてしまうこともあるかもしれない。筋道を立てて物事を考えるのは得意で、感情論は少し苦手な傾向がある。時には相手の気持ちを考え、何かしてあげられるとより一層魅力が増すぞ。3の飛行船を選んだ人は、ミステリアスな雰囲気の秘密主義者だ。何を考えているのかわからないため、一定の距離感を保って接する人もいるかもしれない。一歩引いて、冷静に物事を見れる人と言えるだろう。他人にあまり興味を抱かないタイプなので、もう少し周りに目を向けてみると、交友関係も広がるだろう。なるほど。鬼滅の刃の富岡さんタイプね。こういうタイプが意外とモテるのよね。4の気球を選んだあなたは、細かい部分までこだわる完璧主義者だ。責任感が強く、最後までやり抜くことができる努力家が多い。その反面、完璧を目指すあまり、失敗を引きずりがちな面もある。自分にも他人にも厳しいため、一緒にいる人が疲れてしまうこともある。たまには、あえて気を抜くのもいいかもしれないな。なるほど。私は結構当たってたかも。みんなはどうだった？当たってると思った人は、いいねボタンで教えてね。では次の心理テストだ。今度は自分でも気づいていない、裏の顔がわかる心理テストだ。ある日、差出人不明の手紙が届いた。封筒を開けてみると、ありがとうとだけ書かれた便箋が入っていた。この手紙を送ってきた人は、次のうち誰だと思うか？ 1、親。2、昔の恋人。3、親しい友達。4、知らない人。私は3の親しい友達かな。じゃあ順番に見ていこう。1の親を選んだ人は、責任感が強く、自分の考えをしっかりと持っている人だ。コミュニケーション能力は高めだが、どんな場面でも無責任な発言はしないタイプだ。ルールや決まりを大切にするため、融通が効かないと思われることもありそうだ。意外な頑固タイプね。2の昔の恋人を選んだ人は、感受性が強く、優しい心の持ち主だ。誰かの役に立つことが自分の幸せと考える、まさに天使のような人が多いな。
穏やかな性格だと思われがちだが、実際には感情の起伏が激しいタイプだ。それを隠そうと、周囲に合わせてしまいがちなため、ストレスが溜まりやすいかもしれないな。感情の起伏が激しいって自分では思ったことなかったけど、無意識に抑えていたのかな。そうかもしれないな。霊夢と同じ、3の親しい友達を選んだ人は、どんな物事に対しても情熱を持って取り組める人だ。しかしその一方で、熱しやすく冷めやすいという特徴もある。新しいことにチャレンジするのは得意だが、一つのことを極めるのは苦手なタイプかもしれない。人を笑わせたり驚かせたりするのが好きな。クラスや職場のムードメーカーだという人が多いんじゃないか？私はさっきのテストでも、周囲の人々を楽しませたい、サービス精神旺盛なタイプだったから、当たってるかも。4の知らない人を選んだ人は、合理的な考えの持ち主で、何事も効率の良さを重視するタイプだ。話に筋が通っているため、人を説得するのが得意な人が多い。合理的だが、自分の好きなことは、持ち前の探求心でとことん突き詰めるタイプだぜ。なるほど。何でもかんでも効率重視ってことではないのね。自分の表と裏の性格が分かったところで、今度は他人から見たあなたの性格をチェックしてみよう。私は意外と周りの目を気にするタイプだから、これは気になるわ。じゃあ早速やってみよう。とあるマンションの最上階に住んでいる友達から、うちに遊びに来ない？と誘われた。あなたは今、友達のマンションの前まで来ているが、この後、どのような行動を取るだろうか。次の4つのうち、一番近いものを選んでみてくれ。1、階段で最上階まで行く。2、エレベーターで最上階まで行く。3、友達にマンションの下まで来てもらう。4、友達に外で会いたいと伝える。これは普通に、2のエレベーターかな。じゃあ順番に見ていこう。1の階段で行くを選んだ人は、周りの人に、変わった人と思われているようだ。表面上は穏やかだが、時々スイッチが入ったように起こることがある。その切り替え具合に、本当は怖い人かも、と近寄りがたく感じている人も一定数いるだろう。何かと頼りにされる存在ではあるものの、孤立してしまう可能性も高いので注意が必要だ。なんだかつかめない人って感じね。次に、霊夢と同じ2のエレベーターで行くを選んだ人は、自己中な人と思われているようだ。ショックだわ。でもいい面もあるぞ。このタイプの人は、この人だから仕方ないと許してもらえる場面が多いため、何かと得をしやすい性格とも言える。なるほど。自分で言うのもなんだけど、愛されキャラってことかしら？そうとも言えるな。ただ、そのように許してもらえることをよく思わない人もいるだろう。調子に乗りすぎないことが大事かもな。気をつけるわ。次に3の友達にマンションの下まで来てもらうを選んだ人は、周りの人に、不思議な魅力を持った人だと思われているようだ。自分が何気なく発した言葉にも妙な説得力があり、周りの人はあなたに一目置いているだろう。カリスマ性があるのね。ああ。ただし、他人の話を聞かなかったり、忙しいと連絡を後回しにしたりすることがあるから、そこは注意した方がいいだろう。次に4の友達に外で会いたいと伝えるを選んだ人は、心を開かない人と思われているようだ。あまりの警戒心の強さに、心配してしまう人もいるほどだ。その独特な雰囲気に惹かれて、声をかけてくれる人もいるが、このタイプの人は、放っておいてほしいと思っていることが多い。やや協調性に欠ける部分があるので、時には友達からの誘いにも心よく応じると、周囲に喜ばれるだろう。自分の気持ちを大事にするのも大切だけど、時には人に合わせることも必要ってことね。そうだな。次の心理テストは、ズバリ、精神年齢がわかるぜ。これは見抜かれたらちょっと恥ずかしいわね。まあ気楽にやってくれ。じゃあ行くぞ。あなたは犬を飼い始めたが、犬があまり懐いてくれない。犬と仲良くなるために、あなたなら何をするだろうか？次の4つの中から、一番近いものを選んでくれ。1、おやつで気を引く。2、優しく声をかけて撫でてあげる。3、一緒に遊んであげる。4、犬が自分から近づいてくるまで待つ。私は1のおやつかな。ワンちゃんって、おやつが大好きだもんね。じゃあ順番に見ていこう。霊夢と同じ、1のおやつで気を引くを選んだ人の精神年齢は、10歳だ。小学生くらいだな。ピエン？そうショックを受けることはないぜ。少し幼いかもしれないが、それだけ天真爛漫で素直だということだ。天真爛漫で素直、そうかな？へへ。次に2の優しく声をかけて撫でるを選んだ人の精神年齢は、20歳だ。フレッシュで勢いのあるタイプだな。それゆえに、少し感情的になってしまうこともあるかもしれない。若さゆえに、って感じね。3の一緒に遊ぶを選んだ人の精神年齢は、40歳だ。
感情を抑えることができる、ゆとりのある人が多い。大人の落ち着きがあるタイプね。4の犬が近づいてくるまで待つを選んだ人の精神年齢は、60歳だ。相手のことも自分のことも考えて、理解することができるタイプだ。悟りを開いているタイプね。私は精神年齢10歳か。いい面もあるけど、やっぱりちょっとショックね。まあいくつになっても年齢は関係なく、自分らしくあるのは素敵だぜ。マリサってば優しい、さては犬が近づいてくるまで待つタイプね。よくわかったな、その通りだぜ。やっぱり、心理テストって結構当たってるかも。次はどんな本性が暴かれちゃうのかしら。次の心理テストは、FBI でも使用された心理テストだ。自分の執念深さがわかるぞ。自分の闇の部分を暴かれちゃうのね。ドキドキ。あなたは夏休みの親戚の集まりで、肝試しの脅かし役をやることになった。普段からちょっと生意気な親戚の子供たちを、ここぞとばかりに驚かそうと考えた。一体どんな方法で驚かすか？次の4つの中から一番近いものを選んでくれ。1、お化けに変装して追いかける。2、木の上から蛇のおもちゃをぶら下げる。3、落とし穴などの罠を仕掛ける。4、物陰から突然飛び出す。私は4かな。わ、と驚かしたら楽しそうだもん。じゃあ順番に見ていこう。1のお化けに変装して追いかけるを選んだ人の執念深さは、90% だ。4つの中で、一番執念深いタイプだ。驚かすという目的のために、わざわざお化けに変装して、自ら追いかける役までやっている。目的達成のためにここまで手間をかけるとは、相当執念深いタイプだ。この執念深さが仕事や勉強に活かされたら、ものすごい成果を生みそうね。それは言えてるな。次に2の木の上から蛇のおもちゃをぶら下げる。を選んだ人の執念深さは、70% だ。なかなかの執念深さだな。木におもちゃの蛇をぶら下げる方法は、よく見るとおもちゃだとわかるが、やられた方は地味に驚くよな。そうね、一瞬本物かと思うよね。その方法で驚かせることを選んだ人は、少し陰湿で、ねちっこい方法で復讐するタイプだと言えるだろう。マリサ、辛辣ね。じゃあ3を選んだ人の執念深さは ?3 の罠を仕掛けるを選んだ人の執念深さは、40% だ。このタイプの人は、きちんと計画を立てて復讐をするタイプだ。確かに、わざわざ落とし穴を作るなんて、計画性があるよね。ああ。このタイプの人は、相手の行動を予測して、成功しそうなら実行するが、失敗しそうなら罠を作るのをやめてしまう。確実性を重視するから、執念深さはあまりないと言えるんだ。誰も落ちない落とし穴を作るほどの執念深さはないってことね。そういうことだ。最後に霊夢と同じ、4の、物陰から突然飛び出すを選んだ人の執念深さは、20% だ。一番少ないね。物陰から突然飛び出すのは、参加者と顔を合わせてしまう方法だ。自分の正体がバレてしまうから、卑怯な手段は使わない。執念深さはない、カラッとしたタイプだと言えるだろう。ふむふむ。カラッと霊夢ちゃんです。執念深いことは悪いことだと思われがちだが、そんなことはないぜ。仕事では食らいつく執念深さや、ライバルを出し抜く狡猾さも必要だろう。長所を生かすことが重要だぜ。さすがマリサ、いいこと言うわ。ちなみにマリサは何番を選んだの？私は2番だ。陰湿でねちっこいタイプ。次に行くぞ。次はいよいよ最後の心理テストだ。この心理テストでは、みんなの内なる感情を暴いていくぜ。ドキドキ。今、あなたは海の中にいる。この海には裏切り者がおり、これから裏切り者を決める多数決が始まる。その結果、ある動物が海から追放された。追放された動物は、次の4つのうちどれだと思うか ?1、カニ。2、カメ。3、サメ。4、ペンギン。私はペンギンかな。なんとなくだけど、この中では知能犯っぽい感じがするから。なるほど。じゃあ順番に見ていくぜ。この心理テストでは、追放された動物は、自分の中から追放したいものを象徴している。つまり、あなたが受け入れたくない、できれば見たくない部分の正体がわかるんだぜ。1のカニは、硬い殻やハサミを使って、外敵から身を守る。そのため、防御本能の象徴だと言われている。じゃあカニを選んだ人は、自分の防衛本能が嫌だってこと？そうなるな。いつも守りの姿勢で、積極的に行動したりチャレンジしたりできない。そんな自分に自信が持てず、自分はダメな人間だ、なんて思っていないだろうか。そんな時はあまり考えすぎず、ダメ元でチャレンジしてみることをおすすめするぜ。うまくいくかもしれないし、もし失敗しても気にする必要はない。世の中失敗しない人なんていないもんね。その通りだぜ。次に2の亀を選んだ人の内なる感情を見ていこう。
厚く硬い殻で外敵から身を守る亀は、慎重さや臆病さの象徴だと言われている。亀を選んだ人は、漠然とした恐怖心や不安を感じることはないだろうか。このタイプの人は、何かにつけて悪い結果を想像したり、起きてもいないことを心配したりして不安を抱えてしまうことがある。そんな時は、まだ起きていない先のことは深く考えず、今できることに集中してみよう。仕事でプレゼンがうまくいくか不安なら、想定される質問の答えを事前に準備するとか、逆に仕事のことは忘れて、リラックスするために YouTube を見るとかな。未来のことは誰にもわからないもんね。その通りだぜ。次に3のサメを選んだ人の内なる感情を見ていこう。海の中を力強く泳ぎ回り、獲物を鋭い牙で切り裂くサメは、恐怖や破壊の象徴だと言われている。自分の感情のコントロールができず、カッとなって怒りを周りにぶつけてしまうことはないだろうか。そして後から、そんな自分を責めてしまうことがあるかもしれない。そんな時は、その怒りのエネルギーを周りにぶつけてしまう前に、別の方法で発散しよう。深呼吸したり、トイレに行って一人になるとかな。そして決して自分を責めないことが大事だ。感情のコントロールはとても難しいからな。無理のない範囲で頑張ってみてくれ。そうね、思い詰めないことが大事よ。次に4のペンギンを選んだ人の内なる感情を見ていこう。ペンギンは氷の上を歩いている姿を見るだけで、周りに癒しを与えることができる。自己犠牲の象徴だと言われている。いつも周りの目を気にしてしまい、本音を言ったら嫌われる可能性があるかもと。自分の気持ちを内に閉じ込めて、寂しさを我慢していることはないだろうか。そんな時は、自分自身を大事にする優しい時間を作るようにしよう。周りからいい人でいることを期待されても、その期待に必ずしも応える必要はない。たまには自分の気持ちを第一にしてあげよう。私も自分がしんどい時でも、ついいい人を演じちゃう時があるかも。自分の気持ちを大事にするって、意外とできないから気をつけてみるわ。そうだな、自分を甘やかしてあげてくれ。今日は本性を丸裸にする心理テストに挑戦したが、どうだったか？面白かった。自分の性格を言い当てられたようで、ドキッとしたわ。精神年齢が10歳なのはショックだったけど、これはぜひお兄ちゃんにもやってみたいわ。友達や家族でやってみたら盛り上がりそうだな。診断テストを再生リストにまとめたから、他の動画もぜひ見てみてくれ。じゃあ今回はこんなところで終わろうと思うぜ。ご視聴ありがとうございました。